はい、おはようございます。3日目です。でもあれなんだよな、前回の終わりがさ、ちょっとやや不穏な感じでさ終わっちゃったから、ちょっと怖いんだよね。はい、こんにちは、モニカさん。また私が最後だったのね。気にすんな、俺も今来たところだ。今来ましたよ。ピアノ練習頑張ってくださいね。いや、なんか不穏なんだよな、特にゆりさんとさ、ゆりさんが特に前回に至ってはし見せてくれなかったからね。いや、怖いですよ今回。文化祭が待ちきれない、文化祭待ちきれないっすよね、夏希さん。超楽しみ、やば、すげえ楽しみにしてくれてんじゃん。夏希さんノリノリじゃん。夏希、あんた昨日は不満そうにしてなかった？これ俺あれかな、俺が夏希さんばっか選んでるから徐々に高騰してきてんのかな。私たちの出し物は楽しみじゃないからね。何、私たちの出し物って。でも文化祭自体は一日中遊んでいろんなものが食べられる最高の日なのよ。あれか、自分のクラスの出し物ってことか。モニカ、イカ焼きは定番よね。イカ焼きってあんまなくね、文化祭。だいたいなんか焼き鳥とかそういう系でしょ。あんたもしかしてイカが好きじゃないの？マジ、イカゲームも嫌い？好きじゃないとは言ってないけど、それあんなに限ってて、なんかちょっと契約じゃない？大丈夫？だから、あんた名前の通りよ。モニカ、イカ。つまんねえよ、夏希。私の名前そんな風に読まないで。そうっすよね。それにそういうダジャレは翻訳者さんが一番困るのよ。まあこれ海外にね、一応向けてるゲームもあるから、ゲームというか、うん、そうだよね、海外にも向けられてるから一番困るよね。スクイットだっけ、イカって。困るよな。じゃあ俺たちの出し物をね、盛大にぶち込ましてやりましょう。それともさ、ちょっと待って、さゆり大丈夫？さゆりいる？さゆりは部屋の隅で座っており、ぼんやりと下を見つめている。どうした、大丈夫か？歩み寄りましょう。おい、ちょっと大丈夫か、大丈夫、元気？ごめん。そういえばさ、朝投稿してなくない？一緒に大丈夫かな。てか今さりげなくなんかとんでもないこと言わなかった？他のみんなと話してていいよ。ちょっとなんか好感度バカ下がってね。大丈夫か、マジで不安ですよ。私のこと心配しすぎだよ。私なら大丈夫だから。いや、こういうタイプはね、一番ダメなんですよ、そういうの。みんな楽しそうにしてる、マスト邪魔したくないよ。ちょっとやめて、心苦しいからさ、やめて。俺はみんなと一緒にさ楽しくしてんだよ、やめろよ。じゃあなんとかなんとかして、マジで。誰か、モニカさん、なんとかしてください。あのさゆりさんがちょっとテンション低いんです。変わったことないですか？今日はなんか浮かない顔してるんだ。いや、前回のさ帰宅途中から浮かない顔してましたよ。私は特に何も気づかなかったけど、怖いわマジで。机に消しゴムをすりつく、とんでもないよ。いやすごい状況だって。これ何も書いてないのに消しゴム机にすりつけてんでしょ。末期ですよこれ。それをバッサクの方から聞いてくるなんて、いや俺以外もなんか指摘してやれよ。あれとんでもないって。でもあいつがあんな風になるの初めてで、やばいでしょ。意気消沈とかそういうレベルじゃないよ。ただ聞いてみただけなんだ。もうこの話はやめるよ。いやー、これはなんか俺心苦しいですよ。なんか私たちさゆりの友達よ。我が部員のことあったら、そうだよ、なんとかしてください、部長さん。お願いしますよ。いやー、不穏だな。もしかしたら気になる人には言いづらいことなのかもね。気になる人？わかんねえな、それどういうことですか？つまりあなたのことは考えてるのかもしれない。僕気になりますかね。あまり言わない方がいいのかもしれないけど、さゆり、何よりもあなたのことよく話すのよ。めっちゃ話すやん。めっちゃ暴露すんじゃん。あなたが入部してから本当に楽しそうにしてるわ。まるで彼女の中でもう一つの明かりがついたみたいにね。せっかく入ったのにな。それなのになんかテンション下がってるからさ。
困りますよ。おかしい人ね、バスタ君。さゆりがいつも元気そうに見えたのは、あなたがそばにいたからだじゃない？じゃあやめてくんね。ちょっとさ、今更さ、それ出されてもさ、困るって。本当に。お前さ、詳しく知りもしないのにね。決めつけちゃったりするつもりはなかったから、今言ったことは忘れてね。いやー、あかんて、これ。さゆりに声かけてみるから、ひとまず気にしない方がいいわ。大丈夫かよ、これ、本当に。なんとかなる？せめてさ、こうなんか、なんか、ちょっと心のケアをさ、してあげた方がいいって。もういっそ俺、部活からさ、やめた方がいいんじゃないの？ここまで気が重くなってしまうなんて、俺は一体どこまで彼女のことを気にしているのだろうか。いや、気になるでしょう。だって前回私いない方がいいんだね、みたいなこと言ってた気がするもん。はい。ねえ、バスター。あれ、なんすか？なんでしょうか？そこで座ってぼーっとしてるつもり？いや、それどころじゃないんだって。今日はパフェガールで読んでる場合じゃないよ。心配させちゃったな。別に心配してたわけじゃないし。いやー、これイチャコラすんの結構気というかさ、あー、パフェガールズね。パフェガールズもありがたいけどさ、ちょっと今日はやべえね。今日はさ、あの気分じゃねえんだわ。私が嫌ねってなったみたいじゃん。ちょっと今日はね、そっとしといてほしいけどな。いや、多分俺が大げさに考えてすぎてるだけだ。いや、そんなことないでしょ。さゆりのこと。さ、さゆり、考えてた。反応しすぎでしょ。いや、困りましたよ、これ。まず、勘違いする言い方はやめなさいよね。そんな、あなたと親友なんでしょ。親友なのかな。だったらもうちょっと信用してあげてもいいんじゃない。もしもあの子が助けを必要としてたら、一番にあなたのところに行くでしょ。信用されてますからね、私、多分。そういうのはどうしようもないし、大事じゃないから、あまり心配してほしくもないんじゃない。そうかな。本当に大事じゃないの。だって前回の帰り、とんでもないこと言ってたからね。もしも心配してほしかったんだ、もっと分かりやすいはずよ。まあまあ、あれ結構分かりやすいと思うけどね。夏希は持ってる本で手遊びをしている。何遊んでんねん。さゆりはあんたにとってすごく大事なのね。いや、あ、大事ですよ、一応ね。腐っても幼馴染ですから。ただ単に付き合いが長いだけだ。いや、付き合い長いのは大事ですよ。幼馴染は貴重ですからね。私、男の幼馴染しかいないから。全く大丈夫なんだったら、はさっと出しめるわよ。何、パフェガールズだっけ。それとも、詩を見せ合う。あ、詩の見せ合いっ子ね。いや、詩の見せ合いっ子さ、ゆいさん見せてくんなかったんだよね、前回。そんな、見せてくれないなんてことあるって思ったけど。じゃあ一体、さゆりと何を話してたんだろう。頼むよ。頼むよ、モリカさん。じゃあ、まあ、いつも通り、夏希さんに見せますよ。さあ、早く見せなさい。ノリノリじゃねえか。ノリノリやん、お前。もちろんよ。あんたの詩が好きなのは知ってるでしょ。まあ、私はね、あなたの好みにバッチリと噛み合ってますからね。それを認めるまでさぞ苦労しただろうな。まあ、一応、もう、ベッタベタなツンデレですからね。あんたちょっと身の程を思い知らせてあげなきゃ。いや、身の程って言われても。手で素直になれなかったとか、そういうバカバカしいことじゃないんだから。嫉妬とかでもないわよ。全然嫉妬なんかしてないわ。あ、そうっすね。あとは嫉妬してませんよ。それに嫉妬するなんてバカみたいじゃない。あはは。ってことは、あなたはバカということですね。もしかして自分の死にあんまり自信がないのか。まあ、自分の人心に自信あるやつとか、ちょっと嫌だけどね、正直。俺の詩最高だぜ、みたいな。私の詩は最高に決まってるじゃない。最高ですね、あなたの詩は。電話かかったが、俺はようやく理解した。夏希のツンツンした態度は、おそらく不安を覆い隠すものだったんだろう。そうだろうね。自分が一番であるかのように振る舞えば、周りの人間も彼女がそういう人物だと考えてくれるのかもしれない。まあ、自己防衛ですね。自己防衛。あ、何？バスター。私の詩が好きだって言ってよ。え？まあ、
はい、本当は大嫌いでもいいから、どっちやねん、どっちや、私が一番って言ってくれるだけでいい。なんかさ、なんかちょっと独占欲強くない、みんな。ちょっと勘弁してよ。私はただただどうしても誰かに言ってほしいの。まあ、慰めのつもりで言うならいいけどさ。でも今まで誰にも詩を見せなかったのに理由があるの。何理由って。誰も私と真剣に向き合ってくんないから。そうなの。すごい夏希みたいに可愛いねなんて笑いながら言われるだけなら詩を見せる意味なんてない。ちゃんと詩のあれかな、詩の中身を見てほしいとかそういう感じなのかな。可愛いのが嫌になる時だってあるのに誰も分かってくんない。私すごく頑張って書いてるのよ。まあ確かにな、なんか可愛いってなんか褒め言葉ではあるけど、なんかバカにされてるような感じも受け取れるよね。そこには感情もこもってんのに、なにどうしてみんな分かってくれないの。私はただなんかちょっとかわいそうになってきたな。もう俺はちゃんと中身見てますからね。夏希は拳を強く握りしめている。これはもう言うしかない。お前の詩大好きだぜ。気をつけない、自分の詩が破れるぞ。そうだよ、俺がまだ読んでないんだからね。最高の詩を読んじゃダメ。なんで、読ませてくださいよ。それはもうゴミよ。それにあんたが私の詩が嫌いなのは分かってる。いやいやいや、嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないです。だから読む必要なんてないのに。なんで、俺読みたいよ、お前の最高の詩。お前の詩が好きだからだ。言ったね。お前の詩好きですよ。文体がおかしいなんてことないさ。まあまあ文学全く知らないから、もう文体がおかしいとか言える立場じゃないんですけどね、私。でも今は前よりもお前のことを知ってる。なんかそうだよね、最初の方猿は登れるとかそんな感じだったけど、結構変わってきたよね。文体の方が素人っぽくっぽいなんて考えさせておくの間違ってるし、それにさゆりだっていつも悪気はないんだ。なんかさ、他下げてさ夏希さん上げてるけど、俺そういうの好きじゃねえんだよ。他を下げて夏希ちゃん上げても意味ねえんだって。みんな上げようよ。もし俺が悪かったなら謝る。今はもう分かってる、夏希は可愛いだけじゃない、お前にはもっといろいろないろいろあるんだって。そうだな。あ、夏希まだお前いてよ。またお前詩が破れちゃうよ。彼女はうつむいてこちらからは表情が伺えなかった。それが夏希にとってどれだけ難しいことだったかはまるでわからない。だが最終的に夏希はなんとか震える腕を伸ばして自分の詩を机に置いた。読んでいいわよ、マジか、読ませてください。でもあっち向いてて、なんで今私の顔見ちゃダメだからね。わかりました。はい、あなたがいるなら明日はきっといい日。でも今日はダメ、下を向いてばかり。あなたが見つめてくれるなら少しはマシな顔になれるよ。何かを言いたいとき叫ばずにはいられない酒飲まずにはいられないみたいに言いやがって。でも本当の気持ちは全然こもってない。あなたの気持ちを、あなたが聞いてくれるなら少しは気持ちを込められるよ。ふと夜空を見上げて私は星に手を伸ばす。でも私は小さくてどこにも手が届かない。あなたが隣にいてくれるなら少しは遠くまで届くよ。私は心から自分を信じてる。でも心が引き裂かれたらどうすればいいの。あなたが信じてくれるなら少しは強くなれるよ。ペンを握るといつも試されてる気分。私は上手に書けない、これが精一杯。あなたが私のこと考えてくれるなら少しはいい詩が書けるよ。あなたがいるなら、あなたがいるなら、あなたがいるなら。ちょっとあれだな、恋愛色強すぎだね。ちょっとあれだな、ちょっと最後の文が怖いね、ちょっと。何をその目は。いや、そういう目になるでしょ。気に入らないわけではないんですけど、ちょっと感情を表に出しすぎというか、怒ったりしない。いや、とてもいい詩だと思いますけど、ちょっと今日がね、今日がそういう気分じゃないんですよ。夏希はこんなにいい詩が書けるんだなと思って、全然もう面影ないもんね。最初の詩の猿は登れるとか、それどこ行ったんだよって感じだもん。言うんじゃないわよ。はい。あんた詩を書く意味って何だと思ってるの。もう自分の感情を表現するとかじゃないですかね。簡単には言えないことを表現。ああ、同じそんな感じっす。時々的外れなこと言ってごめん。いつも良かれと思って良かれと思って言ってるんですよ。あとこれを俺に見せてくれて嬉しいよ。コップ実質告白みたいなもんでしょ。俺は気に入った。私はプロなのよ。そうですね。
プロ作詞ですね。その覚えておいて、私だって時々こういうこと考えるなってこと。いやー、とってもいいと思いますよ。名作詞ですよ、名作詞。わかるでしょ、あんたが私に良くしてくれた時とか、その充実してるなって思うし、あ、嬉しいよ二人だけでなんかいい雰囲気になってるけどさ。いやー、これ気分的にどうかと。え、いらない、とにかくいらないの。素直になれなくて遠回しなやり方で俺に仕送りをしこれもプレゼントじゃん、プレゼントだよ、ありがとうございます。これもうあれですよ、もう10年後とかに開いたら黒歴史になるやつだよ、もしいらないって言われたら私怖えー。ただあんたが欲しいって言ってくれるなら嬉しい。いやー、嬉しいけどさ、嬉しいけど、ちょっとあのさよりさんの件があるから、ちょっと今日に関しては、ちょっと今日に関してはね、それを他の人に見られるようにしまうこと、完全にラブレターみたいなもんですもんね、これ。まあさっさとしまってね、次に行きましょうか。はい、ちょっとさよりさん行かなきゃダメだな。ちょっとゆりさんゆりさんどうして見せてくんねえんだもん。はい、ちょっと今日は心のケアのためにさよりさんのとこ行こう。はい、さよりさん、いい感じかな。もうダメだもん、気に入らなかったんでしょ、どうせ夏希のために書いてんだもん。私の意見なんか気にしなくていいよ。もうダメだこれ、大丈夫でしょ、違う人に向けて書いたでしょ。もう完全にあれだよ、もう嫉妬が、もう嫉妬が嫉妬だよ多分夏希ちゃんにいやー、これは厳しいですよ、心が苦しいよ。でもいいんだ、私が望んだ通りバスター新しい友達を作ってくれてんだもん。それなのになんでお前そんなテンション低いんだよ。それを見てて私すごく嬉しい。バスターも嬉しいよね。まあまあまあ、部活に入って嬉しいけどさ、俺はお前のそんな顔見たくなかったよ。よかった、私にとって大事なのはそれだから。いやー、でも部活入る前のお前の笑顔の方がなんか良かったよ。何かあったの？ちょっとさすがに悲しいよ俺、今日はちょっと疲れてるだけ。本当に？ちょっとあれだよ、なんかラウンドワンとか行こう帰り。言うよ、私のこと心配しないでね。あとはみんなと遊んできて。なんかさ悲しいよ、やめて。今日はちょっと早めに帰るねなんでよ、モニカちゃんには気分が悪くなったって言ってくれる？ちょ、これ大丈夫？俺が言葉を発する前にさゆりは鼻歌を歌いながら気分よくなんか出てっちゃったよ。いやー、とりあえずゆりさんで。どうせシーン見せてくんないでしょ？俺と一緒に過ごしたいようにはとても目じゃないか見えない。そうですよね。だってシーン見せてくんなかったもん。ゆりの方から声かけるだろ。ゆりはそっとしとくべきだ。ほら、もうだからどんどん短くなってる。一番接触少ないよ。モニカさん、なんとかしてよ。もうなんか部活に亀裂が走ってるよ。部活でどの詩を発表するか、もう今日書いたやつしかねえよ。大勢の前で朗読するなんて、なんかもう朗読よりも他の問題がでかすぎるわ。いやいや、思い詰めないでね。いやー、マジで部活入んなきゃよかったわ入んない方がよかったよこれ多分。待ってく、そうなったら私も嬉しいし、あはは森川さんさ、周りの状況見えてる？いや、とんでもないことになってるからね。一人はもう部室出てってさ、一人は話さないしさ、一人はノリノリだし、なんかね、なんかどういうことって感じだよ。夏希みたいな書き方にこだわってるのね。別に俺が好みな書き方はすあなた夏希のことが本当に好きなのね。なんでそうなったなんでそうなんの？あなたとっても怪しいわよいや、怪しいのはさ、帰ったやつだって。あの子と毎日部室で過ごしていや、部室でみんな一緒に過ごしてるでしょ。夏希の好みの漫画が好きなふりして、いや、パフェガールド面白いと思うよ多分。モニカは夏希がどんなやつか知ってるだろ。夏希の好きにさせてやらないとまあまあまあ、そうですね。プライドが許せないっていうそれ誤解よバスタ君。何？夏希は自分の思い通りにならないからって他人を嫌ったりはしないわ。確かに夏希は自己主張が強いけど、わがままではないから。あ、そう、あんたはっきり言って夏希にあんなに構ってるのはあなたくらいよそうなの？薄々気づいていたが、俺はそれを認めたくなかった。別に認めてはいいけどさ、だからあんたに一言だけ言っとかないとね。気をつけてね。
夏希は何をするかわからないわ。ちょっと待ってよ。どういうことだよ。夏希自身すら自分がどうしたいかってわからってない時があるの。いやいやいや、夏希はこの部で最年少だから自分の感情をコントロールする方法分かってないのかもね。え、なんかさ、それってさ、なんか恋愛的な、もし何か良くないことが起きてしまったら、それは部にとってもとっても痛手になるの。はい。あなたもそうしたくはないでしょ。したくないですね。私もしかして部活いない方がいいですかね。まあ、あなたは賢いから正しいことをしてくれるって信じてるわ。正しいことって何ですか、モニカさん。今度は私が詩を見せる番ね。いや、詩見せるとかさ、そういう問題じゃねえって。もう、全てを知る女性、地上をさまよう一人の女性の言い伝え、それは全てを知る女性、その美しい女性は全ての答えを見つけたという、全ての意味を、全ての目的を、求めていた全てを、そして私は一つの羽、風に流され空を漂う日舞を、これなんて読むの。はい、探し求める、希望もなく探し求める、その伝説などないと知りながら、それでも全てが過ちで誰もに見放されたなら、残るは伝説だけ、それは白明の空に紛れる最後の星影。ついにある日、風が、あ、これな、なぎいた、なぎいた、私は落下する、落ちる落ちる、果てしなく落ちる、だが私は親指と人差し指のつままれた美しい女性の手だ。その瞳を見た。その視線は途方もなかった。すべてを知る女性は、私の考えを、すべてを知っている。私が物を言う前に、うつろな声で彼女は答えた。私はすべての答えを見つけました。そのすべてが空虚でした。すべてに意味などありません。すべてに目的などありません。求めていたすべては存在しないものばかり。私はあなたの伝説ではありません。あなたを求める伝説はありません。そして彼女は私に息を吹きかけた。私は再び宙を舞い、一陣の風に連れ去られた。随分長文だね。長文だし、なんか何かを学んだりも答えを求めようとすることが人生に意味を与えるんじゃないかしら。おお。ふとそんなこと思っちゃったが、それについて書くことにしたの。随分なんかだいぶすごい感じですね。全く意味は分からなかったけど、だって全ての答えをしてしまったら、この世界に意味なんてなくなっちゃうんじゃないかしら。まあ、よくわからないけど。どうもここの部員は楽しいことより悲しいことを書くのが好きみたいだな。みんな悲しいこと書くもんね。やめてよ。ああ、驚いた。でも何もかもうまくいってたら、書きたいこともなくなっちゃうんじゃないかしら。まあね、確かにね。それってうんちくじゃなくてがんちく？ガンチク。はい、モニカちゃんの執筆アドバイス。自分の作品はいまいちじゃないかなんて恥ずかしがって、他の人に見せられないなんてことないかしら。まあまあまあ、確かにね。頑張って作ったものにいい加減な反応しかもらえなかったら、とってもがっかりするもんね。みんなこの動画見てちゃんと、あれですからね、ちゃんといい評価、いい評価というかいい反応くださいね。悪い、いい加減な反応やめてくださいね。でも執筆が好きな他の人と知り合えたら、見せ合うのもずっと楽になるわよ。だってそういう人はあなたの作品をの良し悪しを言ってくれるだけじゃなくて、作品に盛り込まれた全ての要素、あなたが取り組めることについてさらに注意を注いでくれるだろうから、その方が励みになるし、上達するモチベーションを続かせることにもなるわよ。そうなるとまるで自分だけの小さな文芸部を持ってるみたいね。ここが俺だけの文芸部だよ。なんか今日ちゃんとしたアドバイスだね。不穏じゃないよ今日の。よし、3人とも。そうだ、1人いねえんだよ。そうだ、1人いねえんだ。帰りやがったんだ。ちょっと待って、今なんか変な感じしたの、私だけ？何か、確かに何かいつもと違ったような。モニカちゃんの呼び方がいつもと違う感じしましたね。なん、どういうこと？じゃあ一体なんでこんな増えた空気なの。いや、いないからじゃない、さよりさんが。よりも変な感じだし。あ、よどんだ空気は大抵何か不吉なことが。ちょっとやめろよ、そうやってさ、そういうこと言うとやめろ。あうな、違いだなんて、ただ小百合がいないってだけだ。え、なんかさ、ちょっと嫌な予感しか、嫌な予感がビンビン伝わってくんだけど、大丈夫これ。普段小百合がどれだけ部活を明るくしてくれるか分かるよね。ほんとだよ、あいつがいないとさ盛り上がんねえよ。それで一体どこ行ったのよ。ほんとだよ、おしっこんだよ。言ったかと思ったんだけど、ちょっとやめなさい、夏希さん。品がないっすよ。
夏希ちゃんともう少し上品に上品に言ってください。品がないですよ。大丈夫だといいんですが。本当だよな。大丈夫かよ。具合が悪いっていうのにあんたは一緒に帰ってあげなかったの。確かに俺帰ろうよ。やったな。あんたらいつもイチャイチャイチャじゃない。いやそうだよな。具合が悪いなら一緒に帰るべきだったよな。へえへえじゃないよ。私もちょっと前にさゆりと話したけど大丈夫そうだったよ。それさ大丈夫じゃないでしょ。うつ気味の人って通常あれだからね、なんか大丈夫なように見せかけてるからね。心の中は大丈夫じゃないですよ。もう決まってるわ。まあね、あんたらはあんたらお好きに頑張ってください。はい、カップケーキは夏希さんが頑張って作ってくださいね。モニカさんはパンフレット一冊、さゆりはデザイン、ゆりはゆりさん何かやるの。みんな何かゆりにできそうなこと考えるの失礼じゃない。あなたどうしよう、立ち会い役立つですよ。かわいそうでしょ。あんたあんたじゃないわ、モニカさんなんてかわいそうでしょ。そんなことないわ。この中で一番才能がある人なのよ。まあ文才はありますよね。今度は夏希が詰めちゃってる。この部活さ、問題ありすぎじゃないか。いやそうだよ、サウリがバランス取ってたんだよ。あいつが必要ですよ。部長の役割を果たしてないなら私も一つ成長できないわ。字を綺麗に書ける。そうだよね、あなた字綺麗だよね。だから雰囲気作りとして横断幕とか飾りの準備するなど。飾りの準備ぐらいできるでしょ。私雰囲気大好きなんです。俺はねちょっと今この雰囲気嫌いですよ。なんか嫌な予感しかしないから。素晴らしいわ、ゆりすごく助かるわ。頑張ってくださいね。あとあなただけで、ね、一番の無能は俺ですが出てきたね。俺は本当に役立たずだぜ。夏希にもゆりにも少し大変な仕事を任せちゃったから、どちらかに手を、おいおいちょどちらかに手を貸してあげるといいんじゃないかしら。ちょっとこれ二択を迫るのやめろ。そもそもさゆりさんが選択肢に出てないのがもう嫌な予感しかしないんだが。それは要するにモニカは俺に週末はこの中の一人と一緒に過ごせ、今更ゆりさんに行くわけないでしょ。手伝っていただけたらきっと助かります。まあ、もしあんたが料理できなくても、おーいいやめろって。そういうさ、モニカは私に選択肢を与えてくれてないわけで、あんたに黙って見てろっていうわけにもいかないしさ。いやーなんでこんなことになった。夏希ちゃんはカップケーキ作りは一人でしたいって言ってましたよね。なんかさでもさ、ゆりさんは俺にシーン見せてくれなかったじゃん。アッサさんには飾り付けの手伝いをしてもらう。なんでそんな今更さ一緒にやろうとすんだよ。何を言ってるんですか。ちょっと二人でさ、そう争うのやめてくんねえかな。俺はちょっとさゆりちゃんのことしかさ考えてねえから今。結局どうしたいか全く知りたいだと思うわ。ちょやめてくんねえ、俺にサチ投げんの。勘弁してくれよ。まさか私と一緒に過ごす機会だってあんまりなかったでしょ。もうモニカさん一番接してないかもしんないな。だから彼も私のことを。めんどくせえなこいつら。じゃんけんでしろよ、じゃんけんで。もういいって、お前らじゃんけんして。なんで俺が決めんの。まさかもそれでいいでしょ。よくねえよ。最終的にあなたが決める。おーい、なんでだよ、めんどくせえな。さゆり、なんでお前だけさ、ちょっと待って、なんでさゆりだけさ、てんてんてんなの？ちょ、ロードじゃなくて。いや、だってさ、これさすがにちょっとさゆり選びたくなるって。心苦しいもん。夏希ちゃんのカップケーキ作りを手伝いたいのはさ、さすがに、思うんだけど、さすがにさ、いくら俺も人の子だからさ、そうだよ、さゆりちゃん、さすがにさ、心苦しいよ、俺。モニカはさゆりに手伝ってもらうって言ってたじゃん。そんなに私たちのこと嫌いなの？違う。なんでそうなんだよ。は？なんか、除外されたんだけど。はい？じゃあ、夏希さんしかいないよ。まあ、お菓子作り楽しそうだしな。
なんでこんなことになったの俺。でもついさっきはね、もういいよカップケーキ作りで何でもいいわ。じゃあ分かった、1時間ごとに全部行こう。もう一人は慣れてますし、やめろそうやってさ卑屈なこと言うの。分かった、もう30分にしよう、30分ごとに1個ずつ回るから、それでいいでしょ、みんな平等だよな。本当にみんな独占欲強すぎてさ。詩の朗読以外すっごく楽しみよ。詩の朗読はね公開処刑だから嫌だけど、俺はちょっと気分はね、あのモヤモヤしてます、とても。ゆりさん、ゆりさんだからゆりさんさ30分ごとに行くから、それでいいでしょ。みんな俺に手伝ってほしいならさ30分ごとに行きますから。何をやるか決めてあげなきゃいけないけど誰も助けてくれなかったりで、ゆりちゃんちょっとしょげすぎだよ。はい、夏希はゆりに近寄って肩に手を置くざまあみたいなこと言うなよお前。この中で一番才能あるのはあんたなんだから、それにうちの出し物を楽しく居心地よくしたいのもあんたなんだから。私はカップケーキ、そうだよ一応役に立ってますよ、素晴らしいですよ出し物の雰囲気。カップケーキだけじゃどうしようもないからね、ラーメン屋でカップケーキ出されてもしょうがないからね。やっぱカップケーキにはカップケーキの雰囲気ってものがありますから。ゆりさん、あなたは本当にそう思ってるんですか。とっと思ってますよ、紅茶には素晴らしい環境が必要、ラーメン屋じゃダメですよ。いや別にラーメン屋で紅茶飲むのもいいけどさ、雰囲気は大事ですからね。そうだね、夏希さんの口から励ましの言葉が出てきましたね。いやーさよりさん、さよりはいつだってみんな明るくし笑顔が出てきたからだ。ちょっと待って、夏希の代わりを務めようとした、え、夏希はさよりの代わりを務めようとしたんだって、これささよりいらないとかさそういう感じにならないような大丈夫だよね、やめてよ。そうよ、みんなで精一杯頑張りましょう。そうそう帰りましょうか、早く帰ってあげようよ、もう辛いわ。今日はほとんど本読めてなかったから、漫画やろが、持って帰るわ。はい帰ります。はい、ちょっとあんたどこ行くのちょっと待って、今そういうとこじゃないって。今週末計画カップケーキ食うぐらいだろ、細かいた、あんた私と連絡取れないよ、携帯の番号ぐらい交換しろよ、電話番号教えるわ。あもうそれだけでいいです、変なことに使わないでよね、使わねえわ。はい電話番号教えてもらって、じゃあ日曜日に行くからね。俺んち行くの俺んち来んの、うちに来るのか、いやそうだよな、別に学校とか、いや学校はダメか、俺がてっきり夏希の家行くかと、別にどっちもいいけどさ、男なんて家に呼べるわけないでしょまあまあまあパパに殺されるまあそうっすね、まあ、別にそれなら俺ん家でいいけど、パパが家にいると何もできないんだから毒親なんですかね。はい、まあ連絡先は交換できました、俺ん家に来てくれるんだね。そんなことよりさ、早くさゆりさんのとこ行かないと、心のケアをさしなきゃいけないんだって。楽しみにしてるなんて言えないでしょ。いやもうさ、夏希ちゃんとさいい雰囲気になってんのはいいけどさ、あのその代償として周りが険悪になってきてんだって。じゃあ俺はもう行きますね。はい、なんでしょう、なんでもない、なんだよなんだよ、信じられない、父親に夏希がうちに来るなんて、いやそれどころじゃないって、できたらさよりが一緒もよかったけど、いや一緒にしようって、マジでやっぱこういうのはね、持ちつ持たれつというかさ、ほどほどの関係がいいんだって。なんでさよりに、ま、バレると まずい気がするんだろう、お前もお前でちょっとおかしいけどな、心のケア大事だって。これまさか家行かねえとかねえよな、頼むぜ、もう日曜だ、行かなかったなんで